まあ、まずはでもその、うん、今のキック界でのスーパースター同士が交わってほしいですよね。あ、来る前に。おその話題来ますか。タケル選手のことですよね。まあやっぱ散々言われてきたところで、そうですよね、はい、残りあと1年ってなって、あ、そうか、そうか、そうっす、この、だから、なんかで見たんですけど、少なくても2試合、多くて4試合ぐらいっていうのを目安らしいんで、その中で決まってほしいですよね。変な話、準備もありますもんね、ボクシング変更するに至って、それは面白そうですね、なんかやっぱ、見たいっすよね、お互いの会場行ったじゃないですか、たけるさんが雷神に行って、で、那須川選手も、その、競馬この前言ったじゃないですか、はい、盛り上がりますもんね。いや着実になんかこう進んでる感はありますよね。そうですよね、話が、なんかそれでもうみんなのボルテージもちょっとずつ上がってみんなのボルテージ、そう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 、盛り上がってますよね。あ、もうメイウェザーパッキャオじゃないけど、何メイウェザーとパッキャオじゃないけど ないけどね、どんどんなんかそうですね、やらねえだろう、できねえだろうっていうところから、うんうんね、今結構もう実現近いのかなって、うん、そうか、残りその期間が限られてるから、あ、何試合っていうその回数もあるし、そうですよね。そうですよね。そこに関してはどう思います？ああ、勝敗ですか。勝敗もそうだし、まあ、逆にじゃあ、栗原選手から見た、その、武尊選手のすごいところ、さっき那須川選手のすごいところ聞いたじゃないですか。はいはいはい。まあ、スピードもあって、みたいな話も聞いて。そうですね。武尊選手はどうですか？まあ、そうですね。那須川選手はもう、やっぱり、スピードあって、距離感もあって、上手くて、って、うん、まあ、見合って、でも技術があるような選手だと思うんですよね。タケル選手はパワータイプというか、うん、はい、動きが派ですよね、うん、はい、パワフルですよね。パワフルですよね、うん、なんか本当でもあのタフさもあるし、うん、気持ちの強さもあるし、うん、で、まあ、あそこでだからこう2人が打ち合ってくれたりしたらかなり面白いのかなと思うんですけど、うん、まあ、順当にいくとやっぱ天心選手じゃないですかね、うん、なるほど、はい、なるほど、天心選手も言ってますもんね、その、あ、もう殴られないで一方的に殴るのが僕のスタイルだって。あ、そうですね、言ってるんで、やっぱ打たせず打つって感じですよね、そうですよね、本当に、はい、なんか本当に距離掴むの上手いし、そうですよね、武尊選手なんか被弾しながらもなんかもう思いっきしぶん殴る感じですよ、なんかイメージでは。そうです、関係ねえみたいな感じですよね、本当に気持ちがすごい強そうなファイトスタイルですよね、なんかだからなんかそういう面で、まあどうなるのかわからないなっていう点もあるんですけど、うんうんうん、まあやっぱりでも総合的に見て天心選手かなっていうの僕から見ると思いますよね。まあ、これでも面白いです、見てみたいですよね、ぜひぜひこのカードっていうのは。そうですね、タケル選手も全然そのじゃあパンチ遅いのかとかそういうわけじゃなくて、そうですよね、まあ、当たり前ですよ、この前のレオナ・ペタス選手との試合もすごかったですもんね。あれめちゃくちゃ盛り上がりましたよね。あれすごかったですよね、かっこよかったですよね、やっぱ会場の盛り上がり半端なかったですね。すごいですよね、まあ、でもやっぱそういう花がありますよね、うん、タケル選手ってなんかもう、なんでしょうね、派手さがやっぱ戦い方も派手だし、そうですよね、でもそこに関してほら、栗原選手も乗っかれない、乗っかれない、あのスラッガー言わせた、スラッガーやらなきゃいけないそういうことですね、やっぱ花があるってやっぱそうじゃないですか、お客さんを引きつけるというか、やっぱりなんかもう本当に当たったら分かんないぞっていうところがあった、うん、タケル選手あるんで、うん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 、それが天心選手、まあ、体格差もあるし、うんうんうん、どうなるのか、うんうん、っていうのはやっぱ楽しみですよね。楽しみですね。本当試合どうなるか分かんないじゃないですか。そうですね。結構武尊選手の方がなんか一回りでかいですもんね、だって見てても。そうですね、イメージはそうですね、確かに。そういうなんか階級へのパワータイプとじゃあ実際やるっつったらめちゃくちゃ怖いじゃないですか。そうですよね。それと試合する、まあ、じゃあそのさばききれんのかっていう、うんうん、でもやっぱさばききれないものもあるだろうし、うんうんうん、それで当たったもので一発でいっちゃいますもんね。そうですね、あのパワーは、うんうん、やっぱ怖いですよね。見てみたいですね、本当に見てみたいですね、はい、だからまずはそこのスーパースター同士ちょっとやってほしいですね。でそこ終わってこうボクシング転向してきてくれたら、そうですね、ボクシングのまだスーパースター同士、そうですね、そうですね。栗原選手はスーパースターじゃないんですか？僕あのじゃないですねでも なりますもんね。なりたいですね。そうですね、タケル選手なんですけど、まあ、気持ちが強いっていうのはすごい試合を見てたと思うんですけど、はい、栗原さんが見てどういうので気持ちが強いと思ったことがあります？見てる試合を。友達から教えてもらって、うんうん、もうこれすごいよって言われて見たのが、うんうん、相手外人選手で、うんうん、もろに金的食らった時があったんですよ、ね、ローブローってセンターの時に食らった時があって、もう本当にもう試合このまま中断して終わっちゃうんじゃないかっていうレベルで、もう
冷や汗だらだらかきながら、うんうんうん、もう本当のたうち回ってる状態だったんですよね、うん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 、でもそんな状態でもいややりますやりますっつって、で結局本当に出てきて、はい、で相手圧倒して勝っちゃうっていうシーンがあって、気持ちやばいですね本当に。本当すごいなと思って、この人の気持ちの強さというかメンタルすごいなって、まあ、そんだけやっぱこう背負ってるというか、気持ち強いなって思いました。まあ全然関係ないってか、ちょっと脱線するんですけど、やっぱキックボクシングだとやっぱどうしてもローブローが多いイメージなんですよ。蹴るし、はいはい、クリアさんってローブロー食らったことあります？金的ってないっす。あ、まあ、ボクサーの人ってあんまりないんですかね。はい、この間スパーでやったんですけど、ね、やったの相手にやったんだ。スパーっていうかマスっす。やった方なんだ。やった方もろにゴーン、ゴーンっす。あれ本当に痛いみたいです。男性ならその見てる方誰しも分かると思うんですけど、痛いですよね。痛いですね、あれですよね、前回のレオナペタス戦でもちょっと筋的ありましたもんね。あ、いやでもあの試合すごかったですよね。 あの試合すごかった2ラウンドで、2ラウンドで確か武さんの KO 勝ちですもんね。そうですね、武選手の1ラウンド目でまずダウン取って、まあ、それが結構終了間際で、あれでもあれで立ってレオナ選手もすごいっすよね。まず一発目であれ終わるような内容ですからね。そうですよね。で、まあでも2ラウンド目でもまだ聞きながら聞いた状態で始まって、まだ足来てるっていう状態で、でもレオナ選手手出してたんですよね。レオナ選手が出したのも結構当たってたじゃないですか。聞いたかって思ったレベルの時あるんで、やっぱ気持ち強いですよね、タキル選手の。やっぱ、あ、これ聞いたかってなってもやっぱ倍返しですもんね、やっぱその後にやっぱり、もっとなんかこう背丈があって、ジャブうまくて、ついてたらこううまいこと戦えるんじゃないかなって思うような、まあ、レオナ選手が選手だなと思ったんですけど、やっぱこう打ち合いに行きましたもんね。そうですね、やっぱあれはなんすかね、こうタケル選手の気迫っつうのもあるんですかね、打ち合いやろうぜみたいな、乗っかっちゃったんですかね。乗っかっちゃったんですかね。楽しいんですかね、やっぱああいうのが、なんかこう格闘家として、やっぱでもやっぱ見てるお客さんも盛り上がりますよね。ああいうのが一番やっぱり格闘家としてやっぱあれが最高なんじゃないですかね。観客がわー盛り上がってて、クラさんもやっぱわーってなりますもんね、試合の時やっぱなんバーンなんですか、ね、最近バーンってなること多いですね。そうですね、シーンってそうですね。でそうですね、近々これが放送されてる後日ですね、またライブ配信。あ、はい、そうですね、やりますもんね、ライブ配信初めて、初めてやらせていただきたいと思ってるんで、はい、ぜひ気になった方というか、まあこう一緒に参加して盛り上げたいなと思ってくださる方、こうコメントをいただけると嬉しいです、何でもいいんですもんね、はい、今のその那須川天心選手の話でもいいし、はい、武尊、ね、選手の話でもいいし、他競技の選手の話でもいいんで、そうですね、何でもね盛り上げていただけるならぜひコメントしていただいて、ね、はい、動画のコメント欄に、はい、そうですね、もう一人いますもんね、はい、もう一人来るんで、もう一人あの顔でっかい人がいますもんね、はい、そうですね、最近来てない、最近出てないけど、はい、の人がいるんで、はい、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします、お願いします、はい、はい、はい、ではこの動画いいなと思っていただけましたら、チャンネル登録の方と高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ、はい、ライブも見てねー。